アキラ、お兄さん、やって、こんにちは、アキラお兄さんやで、バイー。さあ、これ何ですか？ハズル、パズル、ハズル、ハズル、ハズルとは違って、ハズル、ハズル、なんですかこれは。つけて、外すまでがパズルだよというパズルです。え、つけて外す。そう、つけて外すのも一種の遊びだと。ほう、知恵の輪みたいな。知恵の輪みたいな。むずそうやな。むずそうですよこれは。花山さんっていう会社からもらって、機会があったらやってみたいなと思ってて、はい。あんだけ地獄パズルが終わっていないのにもかかわらずパズルに挑戦。いやいやいや、これ終わりが見えるから、一回パッとやればパッと終わる。あ、そう、はい。レベル的にはですね、このハート、これレベル1です。レベル1、これレベル2、はい、3、4、5、こうですね。まず1、2を僕ら2人でやってみますか。はい、はい、秋元さん、どっちやりますか？2やりますか？僕1やりますか？はい。うわ、結構でかい。はい、しかもちょっと持ってみてほしいんですけど、はい、あ、結構しっかりしてます。そう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 、はい、大人がやる用のパズルなので、はい、ちょっと重厚感もありインテリアにもいいんじゃないかと。はいはいはい、確かに、はい、どうやっていくの離れます？これ僕の逆にね、もう離れてるんですよ。え、離れてるのを合わせて、はい、1個のハートにするらしくて、はい、逆にこっちをこっちに通すという案とかもあるのかしら、ないのかしら。なんだこれ、こっちより、こっちに通したよ、ほらこっち通ったよ、はいはいはい、こっちに通ったから、はい、でこれを、はい、はい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 、おお、なんかよくわからんけど入ったぞ。来た来た、だいぶ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 来たね、だいぶ来た、ここまで来た。おい、おい、もう一回つけれますか？でも巻き戻しも、巻き戻すのむずいよな。むずい、むずくない？むずくないってない。うん。でももうこれ一回外したから次に行った方がいいな。うん。ね。行きましょう。ね。はい。レベル2クリア。レベル3。これ何これ。これ外れん。もう意味わかれんのかな。うん、ちょっとずつ動くってこと？こんなもん、もうさ、見て、どう外すのよっていうね、話ですよ。これレベル3？この斜めのところがポイントなんですよ。斜めがあるから歪むわけですよ。何これ。見て、ちょっとだけ崩れてきてるの分かる？こう、次どっちや？ここまで来ました。すごい。ここまで来ました。ね、やっぱり向いてないやつにできないと商品じゃないと思うんですよね。また言わないでください。パ
セルが不得意な人にもできるのを打った方がいいと思いますなんだろう、変な汗が。ちょっと引っかかるですここを持ってかなあかんねんか。ここか。じゃあ全然違う、ここへ、こっちか。はい、来た。こんなとこやったっけ、ここか。うえーすごっ。阿部さんできた。いや、え、いや、俺こっち行くから、こっちは頑張ってくるよ行きました。面白い。一発やってみる。これむずいぞ。ちょっと俺ら3人でやるね、はい、これをこう外すらしいっすわ。いいなぁ、なんか面白そうで。これはエグムズやな。いかんのかよ、これ。え？さっきの激辛のダメージが残ってるんですよ。先ほどあの私たちの激辛をちょっと挑戦しまして、でまあ言うとほとんどあきらお兄さんがね食したんですが、ハマヤンは。こんな感じか。ちょっとずつずらしていってもいいんか。でもこうなると固まるぞ。嘘だよ、これチャンスでしょ。こいつだ。むず。こいつマジむず。あ、ごめんなさい、これこいつマジむずですこれ釣ってできたの、マジですか。すごい。釣ってできない。むずいね。じゃあ、やっときます。うん、どうぞ、次進んでください。はいこれが難しすぎるな。抜けたと思ったらガチとか。むずすぎこれむずい。なんかこっちの方がまだいいよね。結構進んでる感じするじゃん。わかりますね。進まない、全然進まない。進んでる感じすると思ってるじゃん。全然もうただずっと堂々めるに。あのレベル1できないやつにこんなできるわけないじゃないですか。いや、ただ適当に回してたら回る。ああ、なるほど。取れる可能性もある。いや、でも私これ見てもわかんない気がするな。 YouTube かなんか上がってんの。はい。公式、それともそれやった人。やった人ですね。ちょっと一回借りてもいいですか。うん。あ、できるってこと。その動画通りにやってます、うん、これでしたっけ。できないじゃん
いや、どっかで解説するはずなんですよ。そうそうそう。抜けないで。入った入った。そっから回る。これ全然回らんかったよ。こうでしょ。こっから こっからこう回すでしょ。銀を軸にして、あ、うん、あ、それで、うん、こう抜けるか。あ、逆ですね。え、こっちまで行って。おお、えぇ、よくわかんない、よくわかんない。そのまま回転するんだ。行きました。全然私たちの力では。外して、外して、もう一回やるから。いや、これむずいわ、はい。もう一周回れたら抜けんねん。こいつとこいつが引っかかってるねん。これが逆やったら多分抜けるねん。でも逆回転ここできへんねん。あかん、一個先の工程やってもだ。これさえいなけりゃ。あら、全く動かなかったもんだ。一個先の工程行ってもうたから。やばい。ギブアップ。パワーが足りない。もう何も。戻りたいよ。なんか進んでると思ったら永遠同じことやった。ハマヤントイレ中に、強制終了。外る激ムズ。とりあえずいけたのはレベル3まで。はい、レベル3まではなんとかいきましたけど、レベル4からもう激ムズです。というわけで、ハマヤンはトイレでレベル5を挑戦。はい、僕はレベル6を、諦めて。で、ネゴスケ丸は、レベル4と、格闘中というわけですね。皆さんもぜひ、ハズル。結構難しいですけど、これ結構飲みながらとかね。夜暇な時とかやってみたら結構楽しいと思います。子供にはちょっとレベルが高いかな。はい。なんですが、ぜひやってみてください。というわけで、また次回、さよなら、バイーン。
けん玉じゃんけんいってやーはーい、けん玉じゃんけんじゃんけんはーいというわけで僕はパーでしたというわけでチョキの人の勝ち。チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。じゃあまたね。